コーヒーとがんの関係は。精神科医樺沢志音のカバチャンネル、今日はがん治療医押川先生にゲストに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。質問が来ています。うさぎ姫さん、コーヒーを1日10杯ぐらい飲んでしまうのですが、がんになる恐れはありますか？コーヒーとがんっていうのは何か言われているんでしょうかね。はい、がんっていうのは疾患群であって、どのがんかによって全くリスクが違ってくるんですね。コーヒー自体がですね、そのがんの原因になるというふうなことはほとんど言われてません。もちろんですね、いろんな研究報告があって、相反する研究報告があるから全部が全部っていうわけじゃないんですけれども、基本的にはですね、やっぱりいろんな研究結果を集めて、それでからじゃあコーヒーががんのリスクを高めるかというと、そういうわけじゃなくて、むしろ下げるがんの場合もあるというふうに言われてます、ただ大事なのはですね、その寄与度、つまり予防するとか言ってもですね、どのくらいリスクを下げるかというと、はっきり言って頑張ってそのコーヒーを飲まんといかんというほどのですね、リターンはないんじゃないかと思いますね。もともとがん自体がですね、運次第でがんになるかどうか決める部分が非常に大きいんですね。あとタバコは全てのがんの3分の1を原因と言われてますし、いろいろ C 型肝炎、 B 型肝炎とかピロリ菌とか、そういう感染によるがんのリスクが2割ぐらいありますから、そういうのは確実に優先順位を持って避けた方がいいです。だけども他の食生活に関してはコーヒーも含めて、これでがんが避けられるというのはですね、はっきりしたものなくて、まあリスクは少し下がるかもしれないというものはちらほらあるというふうな感じです。最近出てきたのはですね、穀物繊維ですね。もちろん野菜食べた方ががんになりにくいって分かったんですけども、最近は例えば大腸がんとか乳がんではですね、がんになってその後再発のリスクも下げられるというのがですね、ちゃんと臨床試験で出てきましたね。これはですね、全粒粉パンとかですね、そういう風な生成されてない穀物なんか取るとリスクがかなり下がるという風なのが分かってきたのですが、普通はですね、そこまでちゃんとした証拠出てないケースが多かったんです。だから野菜は食べるといいんだろうけども、例えば再発リスク下げるほどまでのパワーはないんじゃないかというふうに言われてて、最近だってそれで全粒粉パンとかいうのはいいというのは分かってきたというのが本当にもう目新しい。でもそれを逆に言うとですね、まあ、コーヒーも含めてそれだけがんを抑えるだけの明確なパワーがあるかというと、そこまではないんじゃないかと。コーヒーに関しては私もかなり調べてるんですけど、最近の多くの研究、まあ、例えば10万人以上のデータを調べたような研究だと、やっぱりコーヒーを摂取した方が寿命が延びるっていう方ですね、ずっとこう議論は昔からあったんですけど、今健康にいいっていうのはかなり確からしいと言われてます。ただこれもやっぱりたくさん飲むとどうなのかって話があって、やっぱり 5、6 杯ぐらいまでがそういったもののメリットとしてやられるということが言われてますね。だからこの方の場合10杯ってのはちょっと飲みすぎであろうということが一つあると思うので、まあ、どんなにいいものもたくさん取りすぎとね、良くないので10杯というのはちょっとどうかなということを思います。あと精神科医的に言うと、やっぱり睡眠に対する影響というのがありますので、カフェインはだいたい代謝されるのに9時間かかるって言われてるんですね。つまり午後2時までです、コーヒーを飲んでいい時間は。それ以後は睡眠に対する悪影響、つまり睡眠障害の原因になるということが言われてますので、多分10杯飲んでる方、午後や夕方や夜とかも多分飲んでる可能性があるので、私も本でも書いてますけど、コーヒーはまあ午後2時までにしましょうということはありますね。ということで、基本的にコーヒーはまあ健康にいいというイメージもありますが、飲み過ぎに注意というのと、あまり遅い時間にね、夕方以降に飲むのは良くないと思いますので、その点だけ注意してください。精神科医樺沢志音のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。